して自公毒問題が治水問題へとすり替えられていった結果、渡良瀬遊水地計画のために水没させられていく柳瀬村に移り住み、その村民たちと非暴力による抵抗運動に参加していく中で深められていく、まあ、いわゆる柳瀬学と言われる思想について考えてみたいと思っています。まあ、渡良瀬 のいわゆる圧勝の事件のことは前回触れたので今日はもうあまりおさらいできないんですけども、結局その圧勝の銅山でたくさんの銅を掘り出す、それに伴ういろんな空気汚染、水の汚染が起こるので、ずっとですね、この川の流域の人たちがたくさん健康被害を受けて、でそれをこう訴えるんだけれども、まあ、国も企業も全然それをこう、まともに取り合おうとしない。でそういう中で、この本来鉱毒問題、水の汚染の問題じゃったはずなのが、治水問題と話が変えられていってですね、その川の氾濫をどうやって抑えるかというそういう話になっていて、で、渡良瀬というです、ね、地域を、まあ、とにかく一つの大きな遊水地を作って、利根川が氾濫しないように、渡良瀬川が氾濫しないように、そこに大きなため池を作りましょう。そこで谷中村という村が水没させられていくんですね。でその時に田中正造はその谷中村に移り住んで、その村の人たちと一緒に、まあ、これへの抵抗をしていくということをしたわけです。でその中での田中正造のある深められていくものの考え方があって、それを彼は谷中学というふうに言ったんですね。前回あの水俣の話を少ししましたけれども、水俣病の胎児性水俣病、お母さんが食べた魚とか、その水でも水死人とか、あ、水俣のですね、汚染されたお魚を食べちゃったお母さんが赤ちゃんを産むと、そのお腹の中でお母さんから赤ちゃんに、まあ、出血されていたとかですね、そして、まあ、いろんな障害を持った子供たち、そういうことを、まあ、正式にこう見つけ出した原田さん、その原田先生は熊本でずっと水俣学というですね、市民たちで学び続けていくというこういう運動をずっと導いてこられていて、その水俣学というのは今もそのあるずっと講座を続けてらっしゃるんですけれども、原田先生がここで水俣学に取り組んでいた、いわゆるアカデミックな地というだけじゃない人々の他の人たちの中で集められていく地域を築きしていくことが大事だと、そんなことでなさった働きなんですけれども、そういうものがやっぱりこう田中正造から受け継がれてきたものだと思われますね。で今では佐野のこう、まあ、いわゆる田中正造ゆかりの地域である田中正造大学といってですね、まあ、いわゆるずっとみんなで学び続けたりしてある種市民サークルみたいなものがあって、毎年起用を出版されていて、なかなかこう地道な、でも非常に地域に密着した学び合いを続けてらっしゃる、そういうのはすごくこう励まされる、ある意味こういう学び合いも皆さんの大学でする勉強とまた違う、教会というのも一つのそういう、こう市民的な学びの一つの場面かもしれませんけれども、そういうものの持っている意味合いというとも少し今日考えることができたらなというふうに思っています。でまず1番目、田中正造とキリスト教、前回の学びの冒頭で、果たして田中正造がこの国でキリスト教文化形成を目指したキリスト者といえるかという根本的な問題があるということを申し上げました。さっき小島さんのおっしゃっていた、この1年間 の学びのテーマ、この国でキリスト教文化形成を目指したキリスト者というテーマですね。なので、今まで取り上げられた方もまた次回、皆さんがこちらに取り上げてください。まあ、みんな日本の非常に重要なキリスト者と同じなんですが、田中正造に関してはですね、これキリスト者というふうにこう果たして言えるのかというところからの問題があるということなんです。
でそもそも肖像がいつどのようにしてキリスト教と接触したかということについても、まあ、いろんな説があるんですね。で、まあ、今では古典となっていると思いますけども、田中肖像の生涯という東大阪の現代新書が出てくる Amazon で古本で買うと1円よかったら買ってくださったんですけど、これ書いたの林武史です。宮城学院、宮城教育大学の教えていらっしゃった先生、まあ、いろいろ学生運動の時代の学生たちのマンスを書いていただいた一番読者ですけども、この方が田中正造のことを晩年近く相当勉強して、何冊か本を書かれているんですが、林先生はもう一貫して田中正造をキリスト者として取り扱うんですね。でこの田中正造の生涯を出す前に出された田中正造その生と死の根本義という書物がありまして、そこでは正造をキリスト者として捉えて、特に谷中村入村後にキリスト教に入信、その後一貫してキリスト教信仰に生きた人物として理解しています。なんですが、まあ、その後の田中正造研究それなりの蓄積があって、今日ではですね、この林武史の理解はちょっとこう林先生の思い入れが強すぎるんじゃないか、キリスト者として正造を捉えるというのはちょっと読み込みすぎじゃないかという、こういう批判もあるんですね。そしてむしろ多くの研究者は正造の言う神というのは必ずしも聖書の神と同一視できない、むしろもっと幅広い神概念を田中正造が持っていたということを指摘します。で例えば正造の中にはですね、自然信仰の影響を受けた汎神論的な色彩を含んだ、汎神論って要するに自然すなわち神様、山の森にも森にも神がいるんだ、自然がキリスト教の世界観が非常にこう対照的な、作られて、キリスト教は作り主に作られた、違うわけですよね。そうそうそう、ちょっと待って、汎神論とかその境目がいろいろ行き来できた、自然の中に話しそうだけど、こういう、うん、まあ、的な、まあ、祖先崇拝もそういうところからこう出てくるわけですけども、そういう非常にこう自然信仰、汎神論的な色彩が強いということを指摘していますし、それから後でも取り上げますけど、木下直江というですね、これはキリスト教史の中でも非常に大事な社会運動をしたジャーナリストなんですけども、この木下直江は田中正造と非常にこう、まあ、最後までこう一緒に歩んだような人なんですが、でもこう木下直江も最終的にはキリスト教会からちょっとこう離れていくんですね。で彼はどこに最後進んでいくかっていうと、岡田虎次郎の岡田式正座法というですね、ちょっと面白いなんですけど、まあなんていうかこう、まあ、座禅の一種みたいな、でこうそこでメディテーションしてこう呼吸法、呼吸を整えて、まあその我と、なんとか宇宙的な真理、まあ、神と私が一つになっていくっていう、そういうある種の、まあ、エクスタシー状態というか、そういうことを目指していく、まあ、呼吸法を基本として心身の浄化と一如を目指す修行法というふうに言われますが、この岡田式正座法というのに非常にこう傾倒していった。それから正造自身、幼い頃からの富士浅間信仰、江戸時代から民衆の中に浸透していた富士山信仰である富士講ですね、まあ、富士山に登るっていうのは一つのこう修行のようにして、まあ、富士山を拝んだりとか、そういう、まあこれ江戸時代の中期以来そういう、こう民間信仰がこうあったと言われるんですが、そういうものについてもすごくこう正造はこう親しみを感じていたというふうに言われています。また実際に肖像が接触し影響を受けた多くのキリスト者たちは、日本キリスト教史においては独特の位置を占める新井王水とか木下直江、これ今日後で取り上げますけれども、ちょっとこう異色のキリスト者たちですね、そういう人たちとすごくこう接触がある。そういう中で肖像のキリスト教理解も独特な色彩を帯びているということも事実だと。
さらに肖像が終生キリスト教や教会多くの信仰者たちと触れ合い続けながらも明確に信仰を告白して洗礼を受け教会に属するものとなったという事実はこれは確認されていない。その意味で肖像をキリスト者と数えることには困難が伴うんだということなんですね。なんですけど、だけどやっぱりこう田中肖像の生涯ずっと見ていくと彼がとにかく聖書と出会ってそして聖書の記すイエス・キリストの姿から圧倒的な影響を受けたことはこれはもうはっきりしてるんですね。批判すべき点はたくさんあるんです、田中のキリスト教理解についてはだけど少なくとも彼は聖書からものすごく影響を受けてるということはこれは言えるだろう。さらに谷中村入村後激しい苦闘の中で肖像も近日中に洗礼を受けんと祈りおり候というふうに彼は自分で言ってるんですね。そろそろ俺洗礼受けようかなみたいなことを言ってるんですね彼は。そういうところからもう魂の拠り所をキリストに求めていたということも疑えないことであって、彼の行動の原動力に、彼なりの把握ですけれどもある福音の力があったということはこれは間違いないことであっただろうと言えると思います。で、じゃあもう少し具体的にそのあたりのいきさつ考えてみたいんですが、従来これいろんなものの本パラパラ見てみるとだいたい肖像がキリスト教と接触したっていうのは1902年っていうのが一つの年号なんですね。で、明治35年なんですけど、どういういきさつかというと、これ前回やりました1900年明治33年の2月13日に、押し出しっていうですね、要するに今でいうデモですけども、その渡良瀬の流人たちがもういくら企業にその鉱毒垂れ流している古川っていうところに文句言っても全然動いてくれない、政治家たちに働きかけても全然ダメだという中でも、自分たちに残っている手段はもう実力行使しかないということで、東京に押しかけたりしてですね、そういうのを押し出しというふうに言うことをこう繰り返した。でところが1900年に東京に押し出しに向かおうとした農民と警官隊が衝突して、流血の事態となった川俣事件というのが起こる。で翌年1901年には田中肖像はもう国会議員を辞めて、いわゆる天皇直訴事件ですね、打って出るわけです。これ前回言いましたけど山本太郎さんがね参議院議員になった後に天皇の園遊会かなんかで手紙渡したのが直訴状だって、それで